場合は、まあ、まあ大体多くの素材の会社と同じメーカー同じなんですけども、もともと女性が非常に少ない会社ですので、いわゆる総合職みたいな形で活躍する人も少ないですし、女性の力をいろんな場面で活用するっていうことに対してあんまりほとんど慣れてない会社でしたので、やはり、もっといろんな幅の広い、事業展開を将来的に考えていくと、やっぱり女性の力をもっと活用したいという気持ちが社長には強くあったと思います。でただ、今申し上げたように基本的にはほとんど女性が少ないので、どういう女性を活躍してもらうかといった時に一番の多いのがいわゆる一般職の女性です。だから一般職の女性も、一般職の与えられた仕事をコツコツやるというのはもともとの、それが優秀な一般職の女性だったんですけども、それを踏み越えて、まあ、いろんなことにチャレンジしてもらったり、自分から率先して仕事をしてもらったりとか、チームを率いてもらったりとか、そういうことができないかというのが基本的な女性活躍だろうというふうには認識しておりました。で日本経金属はもう十数年前から現場の製造現場のですね、30代の中堅どころの社員を活性化させる研修プログラムっていうのを持ってまして、まあ、そちらの方もですね、製造現場に高校卒業してから入社して、でまず言われたことをちゃんとやって技術技能を磨いていって監督職になっていってリーダーになって監督職になっていくっていう、その過程の中の、まあ、入社して15年から20年ぐらいの社員が次はちゃんとした監督職になる、あるいは監督職になったのをさらにレベルアップするっていうための、まあ、いわゆる活性化研修プランですね。もともと持ってた工場製造現場の男性向けのプログラムをベースにして組み立てていくわけなので、まあ、PHP さんと一緒に最初から新しいこの研修についてどうしましょうかということを、まあ、ご相談させていただきながらやってきましたが、やっぱり男性と女性とでは特性が違うとかですね、やっぱりいろんな部分で全く同じというわけにいかないねというところを、実はその新しく、まあ、女性の研修の方の講師になっていただく方といろいろ話していくうちにいろいろなことが分かってきまして、で、まあ、それで女性向けの研修として衣替えしながら、進めていったということがスタートです。だからやっぱりそれぞれの上司になる人とか、まあ、そこの事業の責任者とかはやっぱり何のために研修を女性、一般事務の女性にさせるのかということについてはやっぱり丁寧に説明せざるを得なかったと思っています。単にこう座学ではなくて、研修の中にその改善活動を織り込むことによって、本人が改善した年間の改善金額のコストダウンであったり、あるいは売上増であったり、いろいろあるんですけども、そういったものが研修の全体のコストよりも、よっぽど効果があるということを示しながら、上司の教育を仰ぐ、事業部門の長の協力を仰ぐということをやっていきました。男性の視点で選ぶ管理職は、じゃあ女性から見て憧れる人になるのかどうかっていうのは、これは分からないですね。だから最初からあんまりそこではなくて、やっぱり外の経験を持ってて、まあ、できればやっぱりその組織の中でかなりこうリーダーとして働いたことの経験のある人とか、そういった方が講師としてやってきて、でただその会社にとって大事というところと、それから女性本人にとって大事というところの両方をきちんとこう説明してもらうとか教えていただけるとか、そういう講師の方がやっぱ求めたことまず事実で、で、まあ、それにうまくこう当てはまるような講師の方を紹介していただいたなというふうに思ってます。で、最初からもう私やりたいっていう人もやっぱり当然いらっしゃって、だから話が来た時にすごくこう喜んでくれた人もいます。でただ半分以上は多分そうじゃないと思います。だから、なんでこんなそんな大変なことを私させられるんだろうとか、やっぱり不安感の方が先に立つ人が半分以上だったと思いますね。だから最初の段階ではやっぱりそこをどうこう払拭するかというのが大事で、1回目の研修で男性と違って実はかなり丁寧に女性としてはどう生きるかとか、やっぱり会社の中での女性としての生きがいとか、そういったことに対して結構時間を割いていると思っています。そういうことをしないと、じゃあ次こう本当にこう
自分が前向きになってやろうっていうところに気持ちをまず持っていくまでにやっぱりこう時間かかると思ってますので、そこは非常に丁寧です。要するにグループ全体の女性の活躍の推進にはかなり寄与しているんじゃないかなと思ってます。それとやはり当たり前ですけども、やっぱりすごくこうこの研修を受けて、広い世界を経験したとか見たとかっていう人がやっぱりこういろんな人のつながりを作れたの でそこから新しいことを仕事の中でも見出すこともできてるし、仕事にものすごいこう今までこんな割とこう狭い世界でやってた仕事を自分でこう大きく広げてるということをやってくれてる女性が多くなりましたので、非常にこういろんな拠点とかいろんな会社にバラバラにいる人材が有機的に結びついてきたという実感もありますね。だから何かやろうという時にあそこには私の知り合いが誰かいるっていうとかあるだけでも全然その動きも違うんですけども、そういうのが男性よりもかなり密にこう発揮できてるんじゃないかなというふうには思っています。私にとってはこの研修を受けてなかったら今度何管理職になってって言われても、それこそはいっていうのはどうしてですかっていう質問の方がおそらく先になったんだろうなと思います。この研修を受けて何でしょう、とりあえず求められたものは受けてみようっていう気持ちにも慣れてましたので、でもしなった上でダメだったらなってから変えていけばいいんじゃないかっていうふうにも考えられるようになったので、この研修があったからこそだとは思っております。私自身はですね、みゆきさんって呼んでるのでみゆきさんって言っちゃうんですけど、みゆきさんの経験とかを聞けるっていうのはものすごく大きなことだなと思ってまして、なんでしょう、仕事についてどうこうっていうだけではなくって、本当に生まれた時からの、いろんな話を苦労された話とかも全部赤裸々に語ってくださる方なので、やっぱりこう講師の先生がそれだけオープンに語ってくださると、こちらもやっぱり心を開いてっていう風になっていきますので、なんか4回なんでしょうね、1泊2日の4回の集合研修でお世話になっただけとは思えないようなやっぱり関係性ができていると思いますね。すごくオープンな方だと思ってます。前向きな気持ちで参加する人がどんどん増えてきてるなっていうのはしてるんですね。事前にいろいろプロフィールの交換を事務局なのでしてるんですけれども、それに書く時点で先輩が前に参加していて、とってもいい影響を受けてるなと思ったので、自分も楽しみに参加しましたっていうようなコメントとかが結構あるので、そういう気持ちの変化があるのと、みゆきさんは一つ始まった研修はそのままやればいいっていう感じではなくて、その年その年の研修生に合わせてちょっとしたアプローチを変えたりだしこれまでやってなかったことをどんどん取り入れたりしてくださるので、そういう研修そのものも変化してますし、なんでしょうね、で研修を受けているうちに研修生たちもどんどんやっぱり変化してくるんですね。前向きに取り組むようになりますし、違いを受け入れたりとか、これまでこう上司とうまくいってなかったのも自分が変わればこんなに変わるんだなとか、仕事に対する姿勢とかも多分変わってきてるかと思うので、そういうこうなんでしょう、表にはそんなに出てないかもしれないんですけど、気持ちの変化がこの研修では受けた人にとっては大きいんじゃないのかなというふうに思います。